こんにちは。このチャンネルはキャンプや車中泊で偶然出会った心地よい風景を撮影し配信しております。今回は前回の続きで和歌山での川旅をお送りします。紀伊半島南部に位置する古座川の一枚岩から月の瀬リバーサイドまでパックラフトにてダウンリバーをし、翌日その古座川の支流になる古川にて川旅をすべく朝を迎えました。昨日は心地よい疲労感とともに夜はすぐ寝落ちし、朝までぐっすり寝ていましたが、この地は星空も満点だったみたいで、相方さんはくっきりと浮き出た天の川を撮影できたようです。朝ごはんを食べたら早速出発です。昨日同様、まずゴール地点に向かい1台車を置いていきます。古座川との合流地点、明神橋を右折し古川の上流へと向かっていきます。本日のゴール地点に設定した中崎橋跡のすぐ近くの中津谷の滝駐車場に来ました。ここから徒歩15分ほどのとこにも何段にも重なり合う滝が見れるようです。私たちは荷物を1台に詰めたら本日のスタート地点の滝の灰に向かいました。うわ、ボコボコ。うわ、すごい、これこれ。この和歌山の旅は様々な変わった形の岩に出会います。ここ滝の灰には200メートルに及ぶ岩床状に無数の岩穴が開いています。いわゆるポットホールと呼ばれる穴で、小石や水流によりくぼみが削られて円形の穴ができたものです。下に降りて歩いてみます。長年の間にわたり少しずつ水流に削られたこの流線形の形が、実際歩いてみると視覚と感覚で体験できます。この日は関西のテレビ局の方がいて、お話を聞いたら滝の横の階段を毎年この時期に鮎が登るらしく、2日前に雨が降った今日、水流が激しすぎずおとなしすぎない鮎が登りやすい日だそうです。鮎釣り期間があるようで、6月からはカヌー規制があり下流のツーリングのみになるようです。ちなみにこの日は5月上旬でした。他にも関東の方からパックラフトをしに来ている方がいて、キャンプをしながら古川を下るそうです。橋の脇にある階段から河原へ降りていきます。河原でパックラフトを膨らまし出発です。先ほど見た滝の方へ向かっていきます。全力で漕いでるけどこれ以上は進めずバトンタッチ。このくらいが限度のようです。
では下流の方へ改めてスタート。その勢いが良い滝の水流に乗っていきます。この壁面が水流によって削られたと思うと、力強い水の怖さも感じながら、想像がしきれないこれからの川旅に期待が膨らみます。滝スポットを出て背の方に向かいます。第一の背が近づいてきました。水面からどのような流れか確認しています。初っ端はちょっと緊張しましたが、クリアできてとりあえずホッとしました。背の後にはこういった流れが穏やかな場所に挟まれており、一息してから次の瀬へ向かいます。素晴らしく透き通ったクリアな水面を特徴的な岩たちに囲まれながら滑っていきます。時折大きな岩や浅瀬があり、引っかかりながら進んでいきます。ちょっと大変そうな瀬が近づいてきました。むき出しの岩場が続く場所で、一段越えた先にまた一段と、最後は水流に流されるままになり、思った方向には進みませんでした。ここむずいね。長い。大変そうな時にはスカウティングと呼ばれる河原に降りて瀬を見に行くことも必要なようです。
性はどうですか。え、どうですか。2つ目、なんかすごい性ありませんでした。ありません、もうくるくるかわってあ、本当ですか。やっぱなりましたか。はい、準備しながら。そうですよね。居合わせた方もさっきの背は回転したそうです。水中にも時折大きな岩が見えます。浅瀬が続くときはパックラフトに寝そべるように腰を浮かすと岩を越えられます。前方で岩に捕まっていました。相方さんを気にしながら先に進みます。戻って見に行きます。あ、感じだった、あ、感じだったとこ取れてなかったよ少しハードな場所を経て一息。雰囲気のある吊り橋が見えてきました。時折浅瀬では身動きが取れなくなります。聞いた話ではここ小川は渇水時にこの回数が多くなるようで、少々の雨が降った後の方が楽しめるかもしれません。行く先の真ん中に岩があり、左岸に近づくように必死に漕いでいます。またもや浅瀬で足止めです。先に急カーブの背があるので、それぞれ一人ずつ撮影しながら越えてみることにしました。そっか、
から難しいの。あ、止まった。またもや止まっちゃった。ここで、ここで、あ、乗り上げた、乗り上げた。ドーン。岩あった？岩があった？うん。ああ。そうか。そうなるか。うん。あ、本当。瀬に行くまでの浅瀬が大変なようです。同じように止まってしまいました。回転しながらのリスタート。スカウティングをしていたので冷静に乗り切れました。ここでお昼を取ることにしました。昨日の小座川より背の数が多く刺激がとてもありますが体力を消費しました。お昼ご飯は手軽にカップラーメンとバナナ。まあ、結局米とか穀物とかより、うん、なんか肉とかの方が、うん、タンパン筋肉というのが、うん、っていう今流行りの時代。パンの上にチーズ乗っけるとかさ、うん、チーズのタンパク質です。いただきます。今日はカレー。今日はあのバターチキンカレー。ここでちょっとした事件が起きました。流された。危ない。すいませんね。いやね、さっきね陸に結構上げてたのだけど、わ、空気パンパンなっとると思って、マサさん見たら半分使ってたから、あ、ちょっとつけとこうと思ったので、つけといたら多分流されたんだ。いらんこと神経だよ。こうやって陸に上げてたつもりでしたが不十分で、知らないうちに対岸に流されてしまいました。お願いします。パックラフトは軽いので突風などでも飛ばされるかもしれません。陸に上げて少し空気を抜いて重しでも置いておいた方が良さそうです。ありがとうございます。救出。戻ってきた。よかった。1時間半ほど休憩を取り、全長9キロほどの道のりのあと3分の1を進んでいきます。
たまに川の先が二手に分かれていて、どちらに行くか迷います。小川の旅もだいぶ終盤になり、ゴール目前の車から見えていた場所に差し掛かりました。ゴール地点の中崎橋跡周辺に来ました。何か所か激しい瀬もあり、時折アグレッシブに冒険感が味わえました。全長約9キロの道のりを振り返りながら、ゴールの瞬間はなんだか達成感で満たされ、この光景がとても感動的に見えました。パックラフトの空気を抜き、まとめて歩いて5分ぐらいの場所にある駐車場へ向かいます。今回一方通行のダウンリバーを行いましたが、今後もまだ見たことない景色に巡り合うため、さまざまな場所で川旅をしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。